皆さん、こんにちは。今から始める2つの地域誘客戦略、オンラインの活用、HIS ウェビナーをスタートいたします。本日は皆様ご参加ありがとうございます。本日、司会進行を務めます、株式会社 HIS 人材開発の橋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、本日のアジェンダとなります。2つのパートに分けてお話をさせていただきます。まずはトーク1では Google マイビジネスの活用について、そしてトーク2ではオンライン体験ツアーの活用について、そして最後に Q&A 質疑応答のお時間とクロージングとさせていただきます。それではですね、今回セミナーにあたり趣旨目的をですね、当社公務メディア営業部部長小林健二よりご挨拶をさせていただければと思います。それでは小林さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。HIS 法人営業本部の小林です。本日はご多忙な中、当ウェビナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。簡単ではございますけれども、弊社の取り組みおよびですね、セミナーの趣旨について説明をさせていただきます。で、弊社、ご存知の通り旅行会社としまして、国内ツアーの造成、およびですね、訪日インバウンド等でですね、いろいろな自治体様だったりとか観光連盟様と本当に密に連絡を取らせていただいて、プロモーションとかを日頃からさせていただいています。本当にありがとうございます。で、そういった旅行のですね、本業はもちろんそうなんですけれども、ご存知かと思いますが、弊社のハウステンボスの再生をですね、約10年前から組ませていただいたりですとか、あと実はグループ会社で九州産工というですね、熊本のバス会社がございまして、そちらが熊本県で桜町プロジェクトというですね、再開発を行っていたりですとか、あと最近7月20日にオープンしたんですけれども、三重県でビソンというですね、リゾートと商業施設が複合的に楽しめるような、そういった施設をパートナー企業様とやらせていただいたりとか、よくよく考えてみるとですね、いろいろとこう地域創生に関して、HIS グループとしてさまざまな取り組みをしているなというのを、改めて、会社として、認識をいたしました。で、そういったですね、今まで旅行部門だったりとか、テーマパークとか、商業施設とか、ちょっとバラバラでこう HIS グループとして動いていた地域創生の動きをですね、より皆様にお役に立てるように、会社として戦略的に全体をまとめて地域創生を動いていこうということをですね、考えまして、今年の6月から新しく全社横断のですね、地域創生プロジェクトというのを立ち上げまして、現在スタートさせていただいております。で、もちろん旅行に関するですね、プロモーション等もやらせていただくんですけども、もう少しですね、視野を広げてですね、いろいろと弊社もパートナー企業様といろんな取り組みをさせていただいておりますので、小さいその旅行というところにこだわりすぎずにですね、旅行以外の領域に関しても、皆様にですね、お役に立てるんじゃないかということで、いろいろ と、パートナー企業様と取り組みをさせていただいておりまして、本日はその第1弾としまして、日頃地域の皆様がですね、一番その課題として感じていらっしゃる関係人口の創出というところがあると思うんですけども、こちらを今まで弊社、旅行という観点から、インバウンドでとか国内のプロモーションでというところをやっておりましたけども、それとはちょっと違うですね、観光 DX という別の観点から、皆様の課題解決にお役に立てるような、そういったウェビナーができないかということで、本日第1弾ということで開催をさせていただくことになりました。約1時間という、短い時間になりますけれども、皆様が日頃地域の課題解決、活性化に対してですね、取り組まれる、そのヒントになればということで、ウェビナーをやらせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いします。小林さん、ありがとうございました。それではですね、本編に入っていきたいと思います。トーク1、 Google マイビジネスの活用についてということで、広島県の事例を交えながらご説明をさせていただきます。ここからはですね、当社セールスマーケティンググループ商品企画促進チーム矢野へ代わらせていただき、ご案内をさせていただきます。では矢野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。株式会社 HIS 矢野です。本日はよろしくお願いします。
本日は HIS とともに Google マイビジネスの推進をさせていただいている株式会社リーゴ宮本様、実際に Google マイビジネスを活用されている広島県観光連盟の田辺様と2名のゲストをお招きしております。本日はその Google マイビジネスの活用による戦略を紹介していきたいと思っております。まず HIS が Google マイビジネスを推進する理由についてご説明いたします。地域誘客による観光地活性化は HIS のミッションです。今回推進する Google マイビジネスはまさに観光地活性化につながるツールでございます。そちらに HIS の最大の強みである全国また全世界からの送客支援を掛け合わせることで地域誘客に対して貢献ができると私たちは考えております。では Google マイビジネスとは、なぜ Google マイビジネスの情報を充実させる必要があるのか、こちらにつきまして株式会社リーゴ宮本様よりお話しいただきます。宮本さん、お願いします。はい、株式会社リーゴの宮本と申します。よろしくお願いいたします。はい、改めまして株式会社リーゴの宮本と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、 Google マイビジネスの推進の可能性についてお話をしていきたいと思います。私たち2017年に作った旅行スタートアップです。ビジョンは旅行の面倒をゼロに、感動を最大に、これをビジョンとしてやっている会社でございます。私についてはですね、複数の事業を事業化して売却して、今2017年にこの会社を作って経営しております。チームはですね、 Google、それから各オンライン旅行系の、ディレクター、責任者が集まっている集団となっております。で、事業は3つやっておりまして、システム開発支援、リーゴという旅行予約サイトの運営、それから最後に観光事業者 DX 支援というものをやっております。今日の本題はこちらになります。ではですね、話の前段としてですね、皆さんの Google マップマイビジネスについてのイメージについて、すり合わせをできたと思っております。Google マップ、皆さんなんかどんなイメージ持っていらっしゃいますでしょうか。おそらくこんなイメージの方多いのではないでしょうか。Google マップイコール最近使う便利なアプリ。確かにこれは間違ってないかなと思っております。で、次にですね、Google マイビジネス。こちらどんなイメージでお持ちでしょうか。最近ですと、多くの行政様の方でも、予算化したりとか、これから活用を考えたりとかしていらっしゃる方多いと思いますので、何かしらのイメージ多分終わりだと思います。おそらくですね、多くの方にとってはマイビジネスイコール流行りの集客ツール、このイメージ終わりなんじゃないかと思います。こちら確かに間違いではないかなと思いますが、我々はですね、こちらに疑問を呈しております。我々はですね、 Google マイビジネスイコール皆さんの根本課題を解決するツールであると認識しています。皆さんの根本課題を解決するツールであると認識しております。ではですね、この Google マイビジネスを推進するチャンスですが、最近ですね、週末それから旅行時においても Google マップ、急増しております。利用者がで世界で言いますと、10億人以上が、日本では、4200万人が月間で利用されています。特にですね、周辺のホテル、レストラン、美術館、博物館、観光スポットを探す、こういうケースがですね、3年で8倍増えているということで急増しております。でこれなんでかと言いますと、周辺のですね、スポットを探していくときに、こういったそのウェブサイトと同様の情報が閲覧できるだけでなく、ホテルですと最安値で予約できますし、こういう利便性がものすごい上がってきたからだと思います。でこれを管理するツールが Google マイビジネスと言われるもので、大きくは3つできることがあります。1つ目はですね、情報の配信。こちらは例えば営業時間、これを変更したりとか、あるいはイベント情報、これを配信することによって集客効果を生み出すことができます。で2つ目はこちらです。ユーザーのアクセス動向、これを測ることができ、次の一手を分析することができます。最後に口コミの返答、こちらはリピート強化に当てることができます。さらに、これを分析することによって施設の改善にもつなげることができます。でこれを運用した方がいいということではあるんですけれども、旅行ジャンルでかなり裾野が広いわけですが、実際誰が運用しているかって全体的にこう見ていくとですね、弊社の実績によると大体8割ぐらいが感覚値としてやっていない方々が多いかなと見受けられます。ですのでユーザーのギャップ、ユーザーの急増との背景のギャップがものすごく大きくありまして、これがですね、推進するだけでも大きく誘客のチャンスにつながってくるというふうに考えております。おそらく皆さん、ここまでのイメージは多分終わりだと思います。ただですね、もう一つ大きなチャンスがあると我々は考えています。これが先ほどお伝えした根本課題というところです。
で、こちらはですね、観光行政のよくある課題になります。今から10年前、20年前からですね、まあ、いろんなさまざまなそのマーケティング、観光調査、まあ、をさまざまなその外部のサービスを活用してこられたと思うんですが、どれも大変素晴らしいサービスだと思います。しかしですね、多くの行政様の方では実施したことが重要視されてしまって、効果は誰もよく分かっていない。また、年1回、2回の PDCA で回転が遅い、こういった課題ってあるんじゃないでしょうか。でこういった課題をですね、Google マイビジネスうまく活用することによって大きく改善することができます。まあ、どういうことかといいますと、通常の加入方法というのは Google マイビジネスの加入方法、こちらになります。ホテル、レストラン、美術館、博物館、それぞれのオーナー、ビジネスのオーナーの方は自分たちの管理するということだけに今フォーカスを置いてやっていると、まあ、いうことだと思いますが、我々はですね、こちらの全員で管理するということを推奨して実践しております。例えばですね、この管理施設のアクセス権というのがあるんですけれども、閲覧権ですね、これを行政様に付与するということですね。で、行政様からすると、これをですね、まあ、ご自身のエリアの中で100、200、500、1000、それぞれのその施設をですね、アクセス共有権をいただくことによって、エリア全体の分析に使えるということが、まあ、非常に大きいということなんです。まあ、これをすることによって観光施設様は集客、観光行政は分析、旅行者は利便性がアップするという、全員がハッピーな絵が描けるということで、まあ、非常に大きいと思っております。で、実際にですね、どういう案件をサポートさせていただけるかといいますと、大きくはまあ4種類あるんですが、まあ、一言で言うとその行政様が多いです。都道府県、市町村、観光庁で、例えばですね、まあ、今までの実績としましては、今日ご登壇いただく広島県観光連盟様や、東京観光財団の皆様、それから、まあ、直近はですね、プラス、10行政プラスアルファということで、今月来月、増えていくという予定でございます。でですね、個別の例えば事例で言いますと、こちらカフェでございますが、2週間のサポートで9倍増えたと、まあ、分かりやすいこういうような集客の実績もございます。ということで、一旦以上でございます。ありがとうございます。宮本さん、ありがとうございます。続きまして、実際 Google マイビジネスを活用されている一般社団法人、広島県観光連盟、田辺様よりお話をお願いいたします。田辺さん、お願いします。はい、皆様、はじめまして、一般社団法人広島県観光連盟の、DX 推進担当をしております、田辺と申します。私の方からは、昨年度、リーゴの宮本さんと一緒に取り組ませていただいた、まあ、Google マイビジネスの、活用について、ちょっと我々の戦略も交えて、ご説明させていただきたいと思っております。はい。まず、広島県が目指したいことについてご説明なんですが、こちらが平成31年の観光立憲推進会議でも出ております通り、まあ、我々の目指す姿として3点あります。県民にとっても世界に誇れる観光地になることで、観光が成長を支える産業の柱の一つとなっていること、3点目が県民一人一人が地域に誇りと愛着を持ち、国内外から魅力がある地域として選ばれていることにあります。結果として2030年までに観光消費額が16年の2倍となる8000億円まで増大しているところを目指したいと思っております。こちらは広島の観光産業を大いに盛り上げたいという野心的な目標が掲げられております。そこで2020年の4月1日からですね、広島県庁の観光課と広島県観光連盟が一体となり、より機動的かつ専門的な組織として取り組んでおります。で、我々の役割としましては、広島県の観光を力強く推進し、結果、観光産業を県の主要産業へと押し上げることにあります。では続いて、広島の観光事情についてご説明させていただきます。広島はすごいというところなんですが、まあ、強みなんですが、まあ、インバウンドの認知率が高い、その中でも欧米豪の比率が高いと。あと、まあ、世界遺産2つありますが、まあ、平和記念公園と宮島という、まあ、二大巨頭と我々は呼んでるんですけれども、まあ、外国人人気の観光スポットがあるというところと、あと海、島、山、川に恵まれている、まあ、豊かな自然があるということがあります。一方で、我々が非常に大きな課題と考えているところが、リピート入学、現地消費が少ないというところですね。
こちらまあ見ていただくと分かる通り、まあ新規の満足度よりもリピーターの満足度の方が低いということで、まあ、初めて来た人が次来たいと思わないんじゃないかなというところです。はい、というところで、まあ、仮説として広島は必ず一度は訪れたいところなんだけれども、平和記念公園や、まあ、宮島、そしてまあ、瀬戸内という、まあ、海側ですよね、を訪れて満足度は高いけれども、それでおしまいになっていると。で、何度も訪れたい街になってないのではないかというところから、我々の最重要ミッションとしては、リピータブルな観光地を、目指していくことを掲げております。そこで我々が、取り組むべきこととして、最重要課題としてはお客様のことを知ろうというところから始めております。これは、お客さん、まあ、カスタマーに満足してもらえれば、新規顧客だけでなくてリピートにつながるサイクルの図なんですけれども、お客様が期待値を持って、広島に来る、そこで満足していただくと、口コミをしていただき、新たな、新規顧客の来訪につながっていくと、まあ、新規顧客がどんどん増えていくというサイクルになります。で、ここで、来ていただいた方が満足をしていただくと、その方が、まあ、リピーターにつながっていくということで、お客様の期待値を知って、その満足を高めると新規が増え、さらに、まあ、リピーターが増えるということ、まあ、すなわち集客が増えるということかなと思っております。よって、まあ、期待値と満足度を高めることが大事であり、まあ、この最初のサイクルの期待と、期待値を知ることと、まあ、満足度を高めるということを我々としては、まあ、政策として注力をしております。続いてこの写真なんですけれども、まあ、広島の黒瀬という場所にある民泊施設になります。こちらは、コロナ前は年間500人の外国人が、まあ、宿泊するほどの人気な場所でした。で、地元の人たちにとっては、まあ、何気ない風景なんですけれども、満足してまた来たいと、まあ、決めるかどうかというのは、まあ、我々のような情報提供側ではなくて、まあ、お客様であることをやはり改めて認識することが、まあ、大事だと思っております。そこで我々は、まあ、広島を再編集するということを掲げているんですけれども、まあ、多様化するお客様のニーズに対して、実は広島には多種多様な観光資源があると。例えば山、川、海、島とか、あとはものづくり、スポーツ、景色、風景、あとグルメですね。そして人も含めてなんですけれども、このような多種多様な観光資源があるものの、今まで余すことなく、まあ、活用してきたかということが、ちょっと課題としてありまして、我々の、まあ、戦略として100万人が集まるプロダクトを1箇所作るよりも、まあ、1万人が熱狂する、プロダクトを、100箇所作るという、まあ、ロングテールなプロダクト造成の戦略を掲げて昨年度から取り組んでおります。はい、まあ、巨大スポットだけではなくって、一つ一つのスポットの集客は、まあ、さほどないんだけれども、その数が、まあ、たくさんあるという、まあ、ロングテールなんですが、まあ、その集積体としてお客様に満足をしてもらうという、その取り組みを、まあ、我々が行っていこうというところです。はい、で、こちらは、まあ、期待値のところなんですが、まあ、お客様の期待値を一つの市町で叶えられない場合、まあ、多くの市町で、協力して超えていこうよという考え方になります。まあ、お客様の目的っていうのは何々市に来たいというわけではなくて、ちゃんと目的があって、広島に来て、いただいているので、一つの市町にこだわるのではなくて、県内の市町や、事業者も含めて共にですね、チームとしてお客様の、期待値を超えていこうということで、まあ、県内の市町や事業者さんも一緒に取り組みを我々としては強化しております。そこで、まあ、具体的な取り組みなんですが、まあ、我々の取り組みの3本柱3つありますが、まあ、1つのこの顧客を知る取り組みというところが、まあ、我々の、今私がいるチームが主に関係しているところにあります。で、顧客を知るというところに対して、昨年度に関しては、まあ、データ整理とありますが、散在している、我々内部、まあ、外部も含めてのデータを収集して、まあ、整理してお客様を知っていこうということをやりました。で、今年度はそれを戦略に活用し、まあ観光外のデータも含めて、まあ、データベースとして整備して、まあ、お客様の行動や、思考を知って、まあ、我々内外で、まあ、データに基づく施策に、つなげていきたいと考えております。で、来年度に関しては、まあ、マネタイズも含めてですけれども、まあ、ビジネスとして活用していくことを視野に考えております。はい、
そこでじゃあ顧客を知るためにはというところなんですが、私のチームの方では主に3つ、取り組んでいます、まあ、データの整備、デジタル、パートナー連携というところで、まあ、データの整備に関しては、まあ、データマネジメントプラットフォームという、まあ、DMP を導入して、散在しているデータを収集し、誰もが見やすいようなダッシュボードとして活用すること。で、デジタルに関しては、県が持っていた、観光の、日本語多言語ホームページと、広島市が持っている広域都市圏のホームページを、今、統合して、リニューアルを、今年度末に向けて、構築をしております。あと、まあ、体験予約サイトを公開したり、SNS やメルマガなどのデジタル媒体の強化をしております。で、パートナー連携のところに関しては、我々は市町や事業者さんをパートナーと呼ばせていただいているんですけれども、我々今まで、施策を行ってきたノウハウなどもしっかり、共有しようというところで、まあ、市町向けの勉強会を、定期的に行っていたりだとか、あとは広島が好きなら誰でもなれるという、まあ、観光大使を今約3000人ぐらいいるんですけれども、まあ、我々の仲間として一緒に広島の魅力を発信していこうと、または、プロダクトのブラッシュアップにも、貢献していただこうというところで、まあ、観光大使制度を、強化していることと、あとプロダクトデータベースという我々が持っていた、まあ、観光情報、施設情報だとか体験情報みたいなものをちゃんとデータベース化して外部の、民間システムやアプリとも接続をして広島の情報をどんどん外部にも使っていただこうというところと、まあ、4点目の Google マイビジネスというところも、まあ、事業者さん自身が、集客につながる媒体として効果的に運用していただくことが結果的には広島の集客だったりリピーターにつながっていくというところで昨年度 Google マイビジネスに取り組みました。でこれらを含めて我々が目指したい姿というのは、まあ、パートナー自らが効果的な媒体や手法を選択して、まあ、データに基づいて BDCA を回し、まあ、集客につなげている状態を我々のチームでは目指しております。はい、はい、私からは以上になります。田辺さん、ありがとうございました。では、田辺さんへの質問に移りたいと思います。改めましてになるかもしれませんが、Google マイビジネスをまさに今やる理由とは何でしょうか？はい。先ほどの資料でもご説明しましたが、顧客のニーズの多様化や、まあ、環境変化が激しい状況において、まあ、施策立案や実行改善という、まあ、PDCAをスピーディーに回すということは、まあ、我々の内部でも非常に重要だと考えております。また、事業者さん側からの一方的な情報発信、ではなくてお客さんの声やお客さんの評価に基づく、まあ、対策を行うということが、まあ、お客さんからの信頼を高めてリピーターにつながる、まあ、有効手段だなというふうには考えております。まあ、そこで、いろいろなデジタル媒体が存在する中、Google マイビジネスというのは大きく4点メリットがあるかなと思っています。まず1点目が、まあ、無料であること。2点目が、ウェブなどの、専門知識が、まあ比較的いらないこと。で3点目が、手軽に情報発信し、まあ、その後のデータ収集や分析が、比較的容易にできますので、まあ、改善にすぐつなげられること。で最後4点目が、インバウンドも含めて国内外のお客さんとの口コミ返信などの、お客さんのへの口コミ返信などの、まあ、コミュニケーションが、取れるということ、まあ、これら4点から、集客につながる効果的な媒体だと、感じております。まあ、そのため、まあ、ちょっと集客に、やる気はあるんだけれども何をしたらいいかわからないというような、まあ、事業者様に関しましてはぜひ、まあ、この Google マイビジネスを取り組んでいただく価値はあるのかなというふうに思っております。ありがとうございました。続きまして、広島県で施設様が実際 Google マイビジネスを活用された事例についてご紹介お願いします。はい、昨年度、広島県内の、6施設ぐらいを対象に、実地させていただきました。でその中で、道の駅、広島県の廿日市市にある道の駅スパラ館さんの事例をちょっとご紹介します。スパラカンさんは、自分のホームページの更新は十分に取り組んでおられましたが、まあ、Google マップ、まあ、マイビジネスの更新というのは手つかずの状態でした。ただ、このコロナ禍の状況で、まあ、Google マップを見て問い合わせをされてきたお客さんが多くいらっしゃっていて、まあ、その中で、まあ、営業時間が、情報が古いだとかそういったちょっとクレームみたいなような連絡があって、 Google マップの重要性というのは、まあ、実際感じられていたようなんですね。
でそこで、まあ、今回私の方からお声かけさせていただいたときに、まあ非常にやりたいというお声をいただいて、まあ、やった後ですね、実際取り組んだ後、スパラカンさん自身で効果的な媒体だとしっかり理解されて、まあ、今では皆さんも見ていただければ分かると思うんですけども、積極的に情報発信やお客さんからの口コミに対して一件一件返信をされて、もうこの媒体をフル活用されている、まあ、自走されている状態なのかなというふうに思っております。ありがとうございます、はい、では最後の質問に移りたいと思います。自治体様が中心になって取り組むメリットは何でしょうか。はい、まあ、自治体は、まあ、県とか市町っていう、まあ、その地域の観光振興を、まあ、担う役組織であるかと思いますけれども、まあ、観光施策を永久に自治体だけで、まあ、やり続けるにはコスト的にも限界があるかと思っております。まあ、そのためあらゆる施設、あ、ごめんなさい、あらゆる施策を、自治体単体だけで取り組むのではなくて、まあ、パートナーである、まあ、県内の市町や、事業者さん自身も、集客、まあ、リピーターにつながる効果的な媒体証を習得していただいて、まあ、活用できている状態にしていくことを、まあ、牽引していく、まあ、役割が、我々というか、まあ、自治体にもあるのではないかなというふうに考えております。で実際我々はそこを目指して、昨年度から本格的に取り組んでいて、まあ、Google マイビジネスは、まあ、自治体、市町、まあ、事業者、全員が共通の、まあ、マーケティングツールとして、活用できる媒体だと思っております。以上です。田辺さん、ありがとうございました。では宮本さんに Google マイビジネスから得た情報をどのように分析し観光地活性化につなげていくのか、そして宮本さんの考える世界観のお話をしていただきたいと思います。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めましてリーゴの宮本です。今からですね、先ほどお話しあった延長として、具体的に何が分かるのか、知ることが重要とお話ししましたが、具体的に何が分かるのかということでお話をしていきたいと思います。Google マイビジネスで分かることは3つです。そのうちの1つ目はこちらですね、ユーザーがどうやって来ているのかが分かります。先ほどお話にあった道の駅スパラカン、ここの温泉施設を事例にご紹介していきたいと思います。例えばこの温泉施設はですね、どのように検索してきているかですが、スパラカンという名前、これで検索している人はですね、この緑のところなんですね。で残りのこの青いところを全体ですね、これは道の駅、車中泊、こういった間接ワードで検索している人が、まあ、ほとんどであるということです。ですのでユーザーはですね、発見して、たまたま発見してここに来ているという方が、割合多いということです。でそれ以外にですね、どこから検索しているかが分かります。例えばここは廿日市というところにあるんですけれども、実際検索している人はですね、この周辺ではなくて隣町の広島市の方が2倍多いということの数字も分かります。それ以外にですね、検索なのかマップなのか、この割合が分かるんですけど、マップの方が圧倒的に多いですよね。まあ、こういったことが分かります。さらにですね、モバイルなのか PC なのか、どちらが多いのかということですが、モバイル検索の方がどれだけ多いということも分かります。このようにですね、ユーザーがどのような動線で、施設に来ているのか分かります。2つ目はこちらですね、混雑状況から収益分散化が、できますということです。でこれはどういうことかと言いますと、Google には GPS を解析してですね、混雑状況というのはこういうのように算出しています。でですね、今コロナ禍ですので、まあ、人が来すぎても問題ですし、来なくても問題ということで、まあ、収益の分散化を図ることが非常に重要になってくると思います。今後も重要になってくると思います。でですね、ここをですね、分散化させていくためにもですね、時間ごと、日時ごとによって価格を調整するという考え方を入れてですね、今後調整していくということを各施設様の方で今行っております。で3つ目、これはですね、口コミです。Google の特徴もこちらなんですが、まあ、Google はユーザーがものすごく多いですから、口コミの集まっている量もものすごく多いんですね。でかつ世界中の人たちが使っていますので、多言語ですということです。で例えば金閣寺で調べてみると、32,225件、これ昨年の時点であったんですが、これ他社と比較するとですね、ジャランさん、トリップアドバイザーさん、もうとてもジャイアントな採用でございますが、それらと比較しても10倍、20倍ぐらいの差があったりします。ですので、まあ、こういったその口コミを分析すると非常に価値あるわけですが、これ分析すると非常に大変です。作業が大変です。でここですね、まあ、我々は独自の解析システムというものを持っておりまして、これを活用していただくと、
こちらのようにグラフでですね、増減が分かったりとか、言語別の割合入れたりとか、時間別に増えているのか減っているのか見たりとか、また言語の解析もできるんですけれども、重要なことをピックアップしてくれる技術を持っております。最終的にですね、そこから提案内容というものを今、出させていただいたりしているんですけれども、集客、サービス、ハード面、こういったところの改善につなげることが具体的にできます。こういったサポートをですね、今行っているんですけれども、Google My Business の運用にあたってはですね、大きく3つのフェーズがあるんですね。最初登録して、実際にそれで集客をして、さらなる改善を図るための分析。こういった3つあるんですけれども、それぞれにおいて我々の強みとしては、実績、独自の分析システムというものがございまして、これらを介してですね、今多くの行政様から引き合いをいただいているということです。でここまではですね、Google マイビジネスの話で、そこの運用のお話をしましたが、この先はですね、我々が今作っているツールがございます。これは来年の春にリリースする、準備しているツールでございます。先ほど冒頭でですね、行政のよくある課題としてこちら、実施したことが重要視されてしまって、効果は誰も分かっていないと。しかも年1回、2回の PDCA で回転がものすごく遅いと、こういう課題あるとお伝えしましたが、これをまるっと課題解決するためのツールというものを今開発しております。どういうものかといいますと、行政と各施設、事業者ですね、ここの間の共同で管理するマネジメントツール、これを今作っています。具体的にどういうことかといいますと、大きく3つ機能があります。で、1つ目はですね、ダッシュボード化です。ダッシュボードでエリア全体を分析することができますということです。今の現状の Google マイビジネスはですね、一つの画面で一つの施設の情報を閲覧することができますが、これを1000施設分析していきましょうとなると、かなりの労力があるんです。必要になってくるんですね。複数のタブで見て行かないといけませんから。これをですね、1画面でダッシュボードで、全部まとめた状況を見れたら非常に便利じゃないですか。それをやっていきますということです。で、これによってですね、例えば東京都であれば東京都全体を見れますし、渋谷区、中央区とか、そういう形でですね、エリアを分けながら見れたり、あるいは、観光ジャンル様々ありますから、ホテル、レストラン、美術館、博物館、様々な観光スポットをフィルターかけたりしながら増減を図れたりとか、最大値、最小値、平均値、こういったところを見ていくことができると。で、そこからですね、次の一手が分かるということなんですけれども、これだけですと、なかなか次の一手っていうのを毎日見ていくのは大変でしょうから、ここに基づいてですね、自動的に提案をしてくれるという機能が入ってきます。これどういうことかと言いますと、例えば〇〇市の飲食店は直近1ヶ月間 20% アクセス減っているっていう事実であったりとか、あるいは最近ホニャララ施設では投稿数が減っています、投稿数を増やしてユーザーを増やしていきましょうというような具体的なアクションの内容というものを提案してくれます。これに基づいてですね、アクションをしていくと、翌日にはすぐにチャートに現れてきますから、これに基づいて、またさらなる改善というものを促してやっていくと。で、そうするとですね、すぐにまたチャートに出てくるというような形で、どんどんこれの PDCA をすぐに回すことができると。これをですね、行政と施設様が共同で行うことによってですね、この根本的な課題、効果は不明、しかも年1回、2回の PDCA 回転を遅いというのが、効果は分かるし、データがに基づいて年1回、2回の PDCA が毎日できるというような根本的な課題を解決することができるということです。でこれをですね、考えていく上で、この Google マップっていうのが非常にベースとなるデータになると考えて、今逆算して、今この Google マップ、Google マイビジネスを推進しているということなんですね。で、Google マップはですね、先ほどお伝えしたように、さまざまなジャンルが、またがってあります。例えばホテルもレストランも美術館も博物館もユーザーとしてはありとあらゆるところを探していくじゃないですか。ですから、ホテルの情報というのが今までのよくある、オンライン旅行のデータとしてはあったわけですが、マップを通じてですね、ありとあらゆるようなデータがもうすでに溜まっているわけです。で、これをどう活用するかということが今後、観光のエリアの全体のマネジメントによって非常に重要になってくるだろうというふうに考えているわけです。でですね、ただ、とはいえ、さまざまな、ツール、あると思います。例えば、ウェブサイトであれば、それの Google アナリティクス、各種 SNS の分析とか、さまざまな各オンライン旅行の、口コミデータ、決済データ、ドコモとかの、人流データとか、観光庁とかの観光統計データとか、さまざま、もうすでに溜まっているものがあると思いますから、これらを、随時ですね、追加していって、自動でクロス分析し、自動で提案してくれると、こういうような機能を今後は、強化していこうというふうに考えております。
で最後にですね、これをもとに、最終的に描いているビジョンというものがございます。これはどういうことかというと、まあ、5年後の世界観なんですが、観光行政と施設様がですね、全員が我々が提供していくようなそのデータダッシュボードをもとにですね、日々コミュニケーションし改善し合っている世界、こういう世界を築いていきたいと。こういう世界が築いていた先にはですね、まあ、非常にその、税金のお金の流れというのが非常にクリアになって、投資対効果のあるところにお金が流れて、まあ、エリア全体が盛り上がっていくと、まあ、こういうようなことにつながってくるというふうに信じております。これ具体的にどういうことかというと、まあ、観光庁運輸局都道府県観光協会市町村、施設こういったところがですね、我々が先ほどご説明したようなアクセス共有し合いながらデータに基づいていろんなそのディスカッションして、改善し合っていくと、まあ、こういうような話です。まあ、通常のその Google マイビジネスの運用の仕方と考えていくと、こちらですね、通常はですね、ホテル、レストラン、美術館、博物館、それぞれのオーナーの方々はいかに自分たちの集客、これを上げてですね、自分たちの利益の最大化を狙っていけるか、まあ、ここの一点集中で、まあ、頑張っておられると思うんですけれども、こことは全く異なる世界観ですね。これを築いていきたいと。これを5年以内に築いていきたいと。まあ、これを踏まえてですね、我々は今推進を頑張っております。ということで、ぜひ皆さんとですね、私たちと一緒に推進しませんかということで、ありがとうございました。宮本さん、ありがとうございました。これにて Google マイビジネスの活用についてを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして宮本様、田辺様、ありがとうございました。リーゴ様のですね、今後のビジョンや広島県の活用事例などをお話しいただきました。ではここからはトーク2に入っていきたいと思います。はい、トーク2では地域に呼び込む、戦略ということでオンライン体験ツアーの、活用例をお話し、ご説明をさせていただきます。ではご紹介させていただきます。当社のですね、公務メディア営業部山田よりこちらのパートをお伝えさせていただきます。山田さん、お願いいたします。はい、はい、公務メディア営業部の山田絵乃と申します。私からはオンライン体験ツアーの活用についてご説明させていただきます。まずはオンライン体験ツアーの全体状況についてです。地域に呼び込む戦略として、オンラインツアーは昨今非常によく耳にする PR の手法となりました。海外国内含めて自由に旅をするにはまだもう少し時間がかかりそうな状況の中、オンラインでの観光や体験の需要が高まっています。消費者のリアルな観光への期待が高まる中、旅行において体験をするということが大きな価値を持ち、これまで以上に旅行者に求められる要素となります。海外国内の観光施設やお食事、名産品、あとはアクティビティ体験などもですね、オンラインの技術を活用してオンラインツアーとしてご提供することで、旅行者の消費意欲を創出し、各地域への訪問意欲を高めることができ、観光客誘客のソリューションの一つとして定着しつつあります。それでは最初のポイントについてです。弊社 HIS では昨年4月からオンライン体験ツアーの実施を開始しました。先月7月までで累計10万名様のお客様にご参加いただいています。開始当初はアメリカをはじめ海外の観光地のオンラインツアーのご提供が多かったのですが、国内の観光地コンテンツをご紹介するツアーが増えたことで、旅行以外の体験、学び、食、占いなどのテーマの多様化によりまして、右のグラフのように2021年今年1月以降ですね、非常に昨年に比べてご利用いただくお客様が増えてまいりました。オンラインの体験ツアーが自宅でのエンターテインメントの一つとして身近な存在になりつつあったのではないでしょうか。はい、次のポイントです。本日のセミナーはですね、東京からお届けしておりますが、オンラインツアーは各地域の特色ある内容のツアーをお届けするために、各地の地元のスタッフを中心に造成や実施を行っています。それによりまして多様なテーマが生まれまして、こだわりのある内容につながっています。はい、3つ目のポイントです。一般消費者へのオンラインツアーの普及に伴いまして、現在では旅行会社だけではなく交通事業者さんやデパートなど様々な業種の方がオンラインツアーを開催されています。
マニアックな内容のものからですね、学びなどをテーマにしたものも多くなりまして、かなり盛り上がりを見せているような状況です。そんな中、観光に親和性のある旅行会社がオンラインツアー、旅行会社のオンラインツアーはですね、参加者の皆様がこの観光地に行ってみたいなというニーズをリアルな旅行につなげるような提案が可能です。オンラインからリアルへのワンストップなご提案が強みとなります。それでは、実際に自治体様のオンラインツアーの実例でご紹介させていただきたいと思います。まず最初にご紹介するのは鹿児島県の奄美群島オンラインツアーです。実際のツアーの動画をご覧いただく前にポイントを整理させていただきます。1つ目、オンラインツアープロモーション動画モニターツアーをセットで実施させていただきました。2つ目は短期間での造成予約実施に対応ができています。3つ目ですね、弊社 HIS のサイトでオンラインのツアーと、あとモニターツアーの両方の募集が可能でございます。奄美群島の特徴である自然を、より感じていただけるオンラインツアーにするために現地で撮影を行いまして、合計5本のプロモーション動画を制作させていただきました。オンラインツアーでは現地のライブ映像のほかに観光 PR 動画をツアー内で流すこともできます。自治体様で制作された動画を活用することももちろんできますし、今回の奄美群島のツアーのように新たな観光コンテンツを造成するという位置づけで PR 動画を制作させていただいて、ツアー内で利用することもできます。プロモーション動画はオンラインツアー終了後はですね、自治体様に納品させていただきますので、その後も観光 PR にご活用いただけます。2つ目のポイントのご紹介です。奄美群島のケースでは今年2月にオンラインツアーを実施させていただき、3月にモニターツアーを成田発と関空発合わせて3回行わせていただきました。事業は1月から調整を開始しまして、3月には実施を完了するというスケジュールでございます。短期間での運用ができますので、造成から実施までの皆様のスケジュールのご参考にしていただければと思います。はい、3つ目のポイントです。オンラインツアーとリアルのツアー募集と予約が弊社 HIS のサイトでは両方可能でございます。どこかいい旅行先ないかなと弊社のサイトにお立ち寄りいただくようなお客様もいらっしゃるんですが、旅行検討者の方にも訴求できるという点は旅行会社を利用いただくメリットとなります。 SNS での発信についてもですね、観光や旅行に興味のある顧客にご案内ができます。例えば Facebook のフォロワーは現在33万人、8万名様でにメールの配信を行うなど、いくつかの弊社のオリジナルの SNS ツールをご提案させていただいております。はい、それでは、奄美群島のオンラインのツアーをご視聴いただきたいと思います。ご覧ください。早速なんですけれども、まず最初の中継先を呼んでみたいと思います。これから奄美群島オンラインツアースタートです。せーの、あなたのハートにハートです。大島つむぎのマスク付きプランを、お選びの方にはこちら、マスクですね。こちら1番の喜界島の方からご紹介いたします。喜界島観光物産協会の田辺です。皆様聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。それじゃあ 今から奄美大島の、南にある加計呂麻島を紹介します。皆様、奄美群島のオンラインツアーにご参加いただきありがとうございます。聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。あ、手振ってくれてます。はい、ヤロン島です。ヤロン島観光協会の町岡です。それでは次の事例のご紹介に移りたいと思います。神奈川県様が実施されましたコンシェルジュ対象オンラインファムツアーをご紹介させていただきます。こちらのオンラインファムツアーは新型コロナウイルス感染症の収束後に向けた取り組みとして実施されたツアーです。外国人旅行者に観光情報を提供する機会のある
ホテルコンシェルジュの方を対象に神奈川県内の観光施設を紹介するファムツアーをオンラインにて実施させていただきました。1つ目のポイントは対象をホテルコンシェルジュの方に限定した点です。次に3つの施設からライブで中継をしてお届けいたしました。最後のポイントは事前に参加者の方に体験キットをお送りしまして五感で楽しんでいただけるツアー内容にした点です。はい、日々お客様に接しているホテルのコンシェルジュの方に限定することで、日本国内外のファミリー層、富裕層の旅行者の方々にお勧めしていただきたい神奈川県のアクティビティをご紹介するという内容にすることが可能となりました。コロナ禍によりまして、コンシェルジュの方もリアルに観光地に行って、知見や新しいアクティビティの情報収集などがしにくいという状況が続いているということも、今回のオンラインツアーでオンラインでファムツアーを行うことで解決ができています。はい、2つ目のポイントは神奈川県の鎌倉市、小田原市にある3つの施設からライブ中継を行った点です。実際に視察すると移動距離が40キロを超えますので、半日もしくは1日かかってしまうんですけれども、オンラインなので1時間半でご紹介することができます。訪問先の施設についてです。最初の訪問先は梅体験専門店蝶屋様です。こちらでは様々な種類の梅やお酒、砂糖を組み合わせてオリジナルの梅酒作り体験を行うことができます。外国の旅行者の方に訴求できる点なども施設の方から合わせてご紹介いただきました。2つ目はモダン旅館岸家様です。禅の教えの一つである知足を宿のテーマとした1日1組限定一棟貸しの宿泊施設様です。こちらでは事前にご参加者様へお送りした体験キットを利用して香り体験をお楽しみいただきました。最後に施設紹介はですね、そろりと小田原様です。こちらでも事前にお送りした体験キットを使ってオリジナルの香り袋の製作を行いながら、コンシェルジュの皆様にはお客様におすすめのポイントなどの理解を深めていただきました。はい、3つ目のポイントです。体験キットを事前に参加者の方に送付して実際に体験していただきながらオンラインツアーに参加していただくことができます。神奈川県様の場合は2つの体験をツアー内で行いました。他にはですね、名産品やお菓子、あとは果物、お肉、お酒など食をテーマにしたものなどもご対応ができます。事前に体験キットがご自宅に届くことでですね、視聴者の方はどんなツアーになるんだろうなとワクワク感を感じてもらいながらツアーに参加していただくことができますので、開始前から期待感を創出することができます。はい、それでは神奈川県コンシェルジュ対象のオンラインツアーについてダイジェストの動画をご覧ください。あるんですけど、これを右手のスキップでお取りいただくような形になりますので、梅とお砂糖を交互に入れることによってお砂糖の浸透圧がかかりますので、梅のエキスを抽出しやすくなるんですね。これでもう全部入れていただいたら完成でございます。で、皆様お手元にあるサンプルですね、こちらの白いものと緑が別々のグラスに入れていただきます。でですね、ご用意いただきましたお湯を、大体ちょっとひたひたになるぐらいですね。そういう時はこのような形で左側グラス持って右側ピットで、体験キット、皆様のお手元に届いているかと思うんですけれども、この香りを調合していきたいと思います。まず好きな香りどれでしょうか。まあ、白檀がお好きだったら白檀、この綿の残りを上から詰めます。取れたらね、ここに両面テープがついてますから、両面テープ外してこうつけていただくと一応出来上がります。はい、最後の事例紹介でございます。埼玉県様が実施されましたジェットプログラム文化施設など実施研修でございます。ご存知の方も多いと思いますが、ジェットプログラムとは語学指導などを行う外国青年招致事業の略称でございます。
主に海外の青年を日本へ招致させていただき、地方自治体教育委員会、全国の小中高校で国際交流の業務と外国語教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の国際化を推進することを目的としたプログラムでございます。こちらのツアーは埼玉県の魅力を PR して、理解を深めていただくという内容でございまして、外国語教育に携わっている、外国人青年を対象とした研修ツアーになりますので、言語は英語で開催されました。日本語で施設の方がご説明いただく場合は、逐次の通訳を入れてネイティブの方にもご参加いただきやすい内容に工夫がしてあります。訪問先は3つの施設からライブで中継でご案内いたしました。大宮、所沢、入間という埼玉県の観光地を短時間で周遊できる点が魅力です。構成のご紹介です。最初は大宮の盆栽美術館から盆栽美術館様から開始いたしました。参加者の方に盆栽を生で見たことありますかというような質問をさせていただきまして、双方向の参加型のオンライン研修という内容になっています。盆栽の見方やその他おすすめスポットなどもご紹介いただきました。次に、話題の所沢桜タウンに中継先を移しまして、新スポットの理解を深めていただいたような形になります。最後は狭山茶作ですね。茶畑からライブ中継を行いまして、ドローン動画でお茶畑をご覧いただき、お茶の入れ方なども教えていただきました。このツアーの日はですね、お天気が良かったので青い空と茶畑がとっても綺麗な、映像となっています。どちらの施設もですね、チャットで、参加者の方から質問を随時受け付けて、施設の方にライブでご回答をいただいています。途中の理解度チェックのクイズはですね、高い正答率で楽しみながら学びの時間をご提供ができました。はい、それではダイジェストの動画をご覧ください。We're going to visit is the Omiya Bonsai Arts Museum. Hello, everyone. 盆栽は私の今目の前にありますけれども、単なる木ではありません。So bonsai is...Right in front of us today, right now, and tree in the pot. Okay, now let's move on to the quiz time to check your understanding. Okay, so here is the quiz. So, what does bonsai look like to say when you see bonsai from the front? Hi everyone, I'm Takeshi Marusawa, principal of Sayama Greenpeace School.Now I'm standing in the middle of a huge tea farm. Look around here. Located in Iruma City, west side of Saitama. はい、皆様、こちらのお茶はお手元にありますでしょうか。もしですね、こちらがあれば、私と一緒に、ぜひ美味しいお茶の入れ方にトライしてみてください。はい。最後にオンライン体験ツアーについてのまとめです。オンライン体験ツアーは開催することで観光地や自治体様の魅力をプロモーションするということができる PR 手法の一つとして、そして自宅時間を楽しむエンターテインメントの一つとしてですね、定着しつつあります。開催後は次のステップとして、リアルな訪問へつなげる施策だったり、開催された自治体様のファンを増やすということが大切となります。ツアー参加者向けの訪問ツアーや自治体様の SNS のアカウントへの登録などですね、オンラインツアーからその後のリアルな訪問につなげる継続した参加者へのつながりを重視して弊社ではご提案してまいります。はい、オンラインツアーについては以上でございます。ありがとうございました。山田さん、ありがとうございました。では今ですね、少しご質問いただいております。皆様もよろしければですね、Q&A の方をクリックしていただくとですね、ご質問いただいたもの、ご確認がもしかするといける、確認できるかなというところですが、一つだけ、オンラインツアーの参加費は無料ですか有料ですかということで、ご質問来ております。こちらは山田さん、よろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オンラインツアーの参加費ですね、はい、
弊社で開催させていただいているツアーは有料のツアーが基本には参加者の方にご参加費を払っていただくような有料のツアーが基本にはなるんですけれども、自治体様主催のプロモーションを兼ねたオンラインツアーの場合は無料でご参加いただくことも多くなっております。本日ご紹介させていただいた3つのツアーはオンラインツアーに関してはすべて参加者の方については無料でご参加いただきました。ありがとうございます。では最後にもう一問だけいきたいと思います。オンラインツアーはオリジナルの制作だけですかというのも来ております。こちらは山田さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。オンラインツアーオリジナルの制作ですね。はい、今回ご紹介させていただいたツアーのようにですね、ご要望や、ご使用によって、ご指示いただいた使用に合わせて造成実施させていただくことももちろんできますし、弊社のオンラインツアーの予約サイトで販売しているツアーを元にカスタマイズさせていただいたり、もしくは貸し切りのような形で開催することもできます。最近はですね、企業様の懸賞プロモーションに弊社のオンラインツアーを商品としてご提供させていただくような機会も増えておりまして、さまざまな方にご利用いただいているような状況です。ありがとうございます。今ちょうどもう一問いただきました。自治会が実施した無料オンラインツアーの場合、ノベルティはどんなものがあったか教えてくださいということですが、何かありましたでしょうか。そうですね、観光地様の方で、特別に作られているしおりだったり、マグカップのような時もあったかなと思います。それぞれの自治体様によって結構バラバラになりますね。ありがとうございます。はい、で今いただいたご質問に関しましてはこちらの方で全てかなと思います。ご回答できていないものに関しましては、後ほどですねメールでご回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。あっという間の60分だったかなと思いますが、お問い合わせ、ご質問、今オンラインツアーに関しましても、オリジナルですかだとか、様々もしかすると計画されていることがあるかもしれません。簡単な、ご質問からですね、ぜひ法人営業本部の方にお問い合わせお願いいたします。ではこの後退出後にですね、以上をもってウェビナーは終了いたしますが、退出後画面に表示されますアンケートにぜひご協力ください。またツイッター、YouTube 公式アカウント作っております。ぜひご登録の方もよろしくお願いいたします。そしてお役立ちコラム続々とアップしております。例えばですが、こだわりと思いから引き継がれるストーリーということで、朝日飲料様とですねご一緒にさせていただいたオンラインツアーについて詳しくコラムでご紹介をさせていただいております。そして、皆様ご参加いただきました今後のウェビナーのご案内となります。9月の15日にですねまたイタリアのセミナーがあります。これからのイタリア渡航ということで、ぜひご興味ある方は無料ウェビナーご登録お願いいたします。以上をもちまして、今から始める2つの地域誘客戦略オンラインの活用のウェビナーを終了したいと思います。お忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。また次のウェビナーでお会いできればと思います。ではご準備できた方からご退出の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。